サマックスントラウェイとは、大の政治家、会議員、第33代首相を務めた。王室への熱烈な忠誠心で知られた、勤労家である一方で、一匹狼的な行動や、歯に衣着せぬ発言も目立つ、個性派の政治家であった。また、料理が趣味で長年にわたり自らの料理番組で腕を披露するなど、国民の認知度も高かった。旧貴族の出身。 タマサート大学を卒業後、1971年に、万国都議会議員に選出されて、政界入りし、1975年には、学生革命で世相が騒然とする中、会議員となり、中央政界入りした。1977年には早くも、他人内閣の内相に就任。以後プレーム内閣、チャチャイ内閣などに、運輸通信大臣として、また、スチンダー内閣、 バンハーン内閣、チャワリット内閣などには副首相として入閣、2000年からはバンコク都知事を務めるなど数ような役職を歴任してきた。この間、一貫してインフラストラクチャー整備など大型プロジェクトに力を入れてきた。2007年、憲法裁判所から対愛国党に対する回答の判決が出た後、旧愛国党に近い勢力は、 政治姿勢が愛国党よりながら上院選挙出馬のため無所属だったさ、マックの周囲に集まった。こうして、サマックを先頭に旧愛国党勢力は人民の力党に退去して入党し、勢力を保つこととなった。2007年12月の総選挙では人民の力党が第一党に躍進し、人民の力党、国民党、国家貢献党、 対団結国家開発党、中道主義党、新民党の6党からなる、サマック政権が発足した。旧愛国党の多数の勢力に首相として担がれた、ことや、タクシンの代理人と公言していたことなどからサマックは、タクシン元首相の9月に過ぎないという声もあれば、悪の強いサマックは、簡単に、タクシンの思い通りにはならないだろうと予想する向きも、あった。 2008年9月、サマック首相の辞任を求め、首相府を占拠していた政治団体の民主市民連合とサマック政権を支持する政治団体の反独裁民主戦線が衝突し、反独裁民主戦線側の男性一人が死亡、約40人が負傷した。この事態を受けサマックは2日、バンコクに非常事態宣言を発令したが、軍は、政官を決め込み、事態は膠着した。 そんな中、9日に、第二の憲法裁判所は、サマックが、テレビの料理番組に出演し報酬を得たことは、憲法で定められた、首相の副業金止条項に抵触したと、意見判断を下した。これを受けて、サマック内閣は、総辞職し、ソムチャー・イオン・サワットに政権を譲った。首相辞任後は闘病生活を送っていたが、2009年11月24日、朝、 肝臓癌のためバンコクの病院で死去した。ありがとうございます。